はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第169回でございます。今回テーマがカードとお礼と予定と約束です。こっちからいっぱい一方的に伝えたいことがありますので、なんか作業しながらとか休憩時間とかで構わないので、よかったら最後までね、聞いてみてください。で、早速です。まずカードからいきます。これは2日前になりますかね。メッセージカードを送るっていうプチイベントを今やってて、それの応募を、募ってるというか、で、募集中みたいな感じでやってるんですけど、10名の方に今回ね、自分が手書きで書いたメッセージカード、このメッセージカードは一応買ってきたんで、昨日、それに手書きで書いて、送らせてもらうんですけど、現在、今日日曜日の今、正午に撮ってるんですけど、220名かな、約ざっくり言うと、ぐらいの応募をいただきました。全部まだ目通せてないんですけど、本当にありがとうございます。過去最高なんですよ。そのイベント、今までちょこちょこいろんなのやってきましたけど、過去もびっくりするに違う数、すごい数いただいて、本当ありがとうございます。これからね、ちょっと目を通させてもらって、まあ、23日が締め切りなんでね、まあ、それまでに、こう、いろいろ通して、10名選ばせて、ね、心を込めて書かせてもらいますので、全員に送れるわけではないんですが、本当にありがとうございました。で、まあ、それに関して、まあ、お礼はそれお礼なんですけど、あとお詫びもあって、まあ、そこで言えばよかったんですけど、ちょっとね、こう、まあ、コメント欄とかでもそうなんですが、なんかいろいろあったわけですよ。そう。で、まあ、目にした方もいらっしゃるかもしれないんですけど、そう、個人情報とかの管理しっかりしてますんで、そう、保護者の方に心配かけてしまったので、本当に申し訳なかったんですが、いただいたメール、今回ね、送るので、住所と氏名をね、書いてもらわなきゃいけないんですね。で、相談受けたりとかした中に、このイベントが終わったらとか、まあ、10名決めたら即全部メールも削除しますし、保管するとか、どっかに引用するってことは絶対ありませんので、で、ただ、こう、保護者の方が心配するのは当然なので、これ相談ね、相談受けた方がいらっしゃったんで、ちょっと話すんですけど、親が、ダメって言ったことに関して反抗しちゃダメだよ。それは本当に。なぜなら、ネットの人間なので、保護者の方が心配するのは当然です。近所の知ってるお兄ちゃんではないから。いい？全然知らない人なんでね。みんなにとっては、授業してくれる先生って、風に信頼してくれるのは本当に嬉しいんだけど、保護者の方が心配するのは当然なので、そこは粘らずいてください。ちょっとね、何件か、そう、親御さんと喧嘩させてしまったので、本当に申し訳ありませんでした。自分の配慮が足らなかったね、そこに関しては。で、次が予定ですね。で、これはですね、いつだ？ 2 ヶ月前ぐらいかな？ 9 月かなんかにちょっと忙しくなりますみたいな話をね、投稿がちょっとペースが遅くなりますみたいな話をしたんですけど、実はその仕事がですね、企業さんとまたやる仕事なんですけど、ちょっと話が、そのね、企業の方の会議がね、こう、ちょっとこう、うまく進まなくって、そう。それがですね、昨日、正式に決まりまして、おそらく、まあ、2月ぐらいまでなのかな、に、ブワッと、やらなきゃいけない仕事が決まりました。で、もともとは9月に決まって、で、10、11、まあ、2ヶ月、10、11、12、1、2みたいな感じでちょっとやっていくはずだったものが、2ヶ月ロスしてるので、現段階で、ものすごい、こう、そこに、力を注がなきゃいけなくなってしまったんですね。まあ、しまったって言い方は悪いですけど、いただいたお仕事なんでね。そう。なので、動画投稿のペース、できる限り今ね、その仕事がまだ決まるかわからない状況だったんで、あんまりこう、ペースが遅くならないようにやってるんですけど、おそらく本当に明日から、まあ、全然しないってことはないんですけど、投稿がね、少なくなることがあります。締め切りがある仕事なので、それ。そう。で、これ約束のとこにもつながるんですけど、みんなの役に立つかどうかはわからないです。これはもちろん、自分が今からやる仕事っていうのは、対象になる方が限定されるものなので、今ね、聞いてくれてるみんなが、自分とは関係ないじゃんっていうものになる可能性は高いです。高いんですけど。でも、この YouTube の活動にしてもそうだし、まあ、以前ね、参考書作らせてもらったりとか、それもそうですけど、何かをして、100人いて、100人に役に立つなんてことはないと思うんですよ、自分は。そんなことは無理だと。もちろん、少しでも多くの方に役に立つようにって目指す気持ちは大切だけど。でも、
その2月で、きっとみんなの元にこう発表できるのは4月かなになると思います。いや、遅れなければなると思うんですけど、その時に、なんか、このね、この聞いてくれてる方の中で何人の方がそういう風に思ってもらえるかわからないけど、でも一人でも多くの方がありがとうございますっていう風に思ってもらえるようなものを、できるように、ちょっとこの仕事頑張るので、ちょうど終わる時期がさ、みんなの受験と、まあ、受験生の子はね、受験と同じなんですよ。そう、大体、まあ、2月か3月で終わるんで、自分のこの仕事もね、詳細言えないんだよね。全く詳細言えないんだけど、でも、だからこう、ツイッターでこれやってます、これ頑張ってますって言えないんだけど、でも本当にね、みんなが受験終わる時期と同じ時まで、こっちも必死に、必ず力抜かずに頑張るから、だから、ね、一緒に頑張ってほしいって思って、そう、それが約束です、俺の。絶対頑張るから。あのね、長期の仕事って、まあ今までね、その、まあ、参考書作るときもそうだったし、あとは以前ね、当時、今スタディサプリなのかな?その勉強サプリっていうところで講師もやらせてもらったことがあるんですけど、その、撮影とかも長期間なわけですよ。毎週東京まで行って、あの事務所じゃねえや、撮影スタジオに入って撮影ってやってたんですけど、長期の仕事で本当にね、モチベーションがずっと、まあ受験勉強もそうだと思う。ずっとモチベーション高くいるので辛いんだけど、でも、いろんなことに悩んで、もう自分が前に進めてるかもわからないけど、でも足を止めずに一歩一歩、辛い時でも一歩一歩進んで、で、終わらせるっていう。そう。っていう風に今回も必ず頑張るので、ぜひね、まあ受験生じゃない子は、おーってなっちゃうかもしれないけど、一緒に頑張っていきましょう。はい。っていうのがすごい言いたくって。この仕事決まった時に、正直、期間が短くなったんで、今超不安なんです。できるかどうか。間に合うのかなっていう。そう。仕事っていうのは、手を抜こうと思ったら抜けるんですよ。そう。俺の動画もそうだと思う。だって動画なんて、手を抜こうと思ったら抜けれると思うのね。絶対抜かないけど。そう。自分が納得する授業動画しか上げないって決めてるから。でも手を抜いてしまったら一生後悔するし、その後。だから、みんなにとってそのね、勉強のね、受験勉強やっていくじゃないですか。で、今日はあんまできなかったなーって。それを一生後悔する人なんて絶対ないの。毎日毎日フルスロットル 120% だぜって。それはきつい。でも、その日、気持ちがちょっとね、落ち込むとか、なんか友達のこと、彼氏彼女のことになんかあったりしたらさ、気持ちもさ、ね、下に落ちるじゃないですか。その中でも、できる範囲でやっていくっていう。そう。辛かったけど、ちょっとは前に進めたよねっていう。その気持ちのバランスをしっかり取りつつ、頑張っていけたらなと思います。さっきも言ったイベントのこともそうですし、で、あと普段ね、いただいてるコメントもそうなんですけど、みんながね、いろんなことに悩んで、でも頑張ってるっていう姿は、自分はその文面からしか分かることはできないけど、でもそこにすごい勇気をもらう。ああ、やっぱり自分も頑張んなきゃなっていう。だからこそ、この仕事に関しては自分はこれをやってるよって言えないから、そう。だからそうやってアピールすることは、アピールというか、一緒に頑張ろうねとはできないですけど、でも、動画を撮ります、ちゃんと。動画撮る姿とか、あとは、今ここで話した、絶対頑張るからっていうのを覚えてもらって、で、3月かな、まあ春休み、みんなが春休みの時に会いに行くイベントをやるので、まあそこでね、会う方なんでほんとちょっとしかいないけど、なんか、会っても会わなくても、みんなとお疲れって、よく頑張ったよね、うちらって、言いたいなとすごく思うので、ね、動画投稿少し少なくなってしまうかもしれないんですけど、できる範囲では必ずアップしていきます。なので、ぜひ、3月までね、頑張って駆け抜けましょう、一緒に。はい、という感じです。では、今回は、ハイチのダラダラジオ第169回、カードとお礼と予定と約束というテーマで喋らせていただきました。今回もね、ここまで聞いていただいて、本当にありがとうございました。で、ダラダラジオは、ほぼ毎週ね、必ずアップするようにします。本当に緊急事態がない限りは。なので、また来週何か喋りますので、もしよかったらそちらの方もぜひね、ご視聴ください。では、今回はここで終わります。ちょっと詰まった。ごめん。以上です。ありがとうございました。